恩安志高貴妃は、真の高所邸の側妃の一人、金妃とも言う、満州八木のたたらしの出身、長の部の娘、妹は同じく、高所邸の妃、鎮妃。絵画を良くし、料理を得意とした。恩安志高貴妃数へ十五歳の時、三年ごとに、資金上で行われる高費選定面接試験、専修所を受けて合格し、高級に入って、金品となった。 高所二十年、聖太鼓の大言武器の祭典で、金貧に御事封された。その後、妹の陳貧が聖太鼓の怒りに触れたため、金貴人に落とされた。翌年、金貧に復帰した。戦闘帝の即位後、金貴太子妃に御事封された。戦闘帝の退位後、寝室から炭鉱後貴妃の記号を送られた。高皇太の死後、実家が、 遠征外に賄賂を送ったために四不人比の中で、主導的地位につき、資金城の奥向きを取り仕切った。不義の自伝、我が半生によると、少年時代の不義の生活に干渉したため煙たい、存在だったようである。戦闘皇后の選定に深く関わり、害を通したという。1924年10月20日に、資金城内で公居した。寝室から、恩安氏と送りなされた。 まもなく、協玉将は、進出優待条件を破棄して、フギラを、資金城から追い出した。その後、恩安志後貴妃は、高史上の被縁根に、倍増された。ありがとうございます。